白米城は、日本各地の城に残る類似した伝承。あるいは、そうした伝承が残る城の通称。また、城の名前。山城の落城を語る伝説で、牢城戦で敵に包囲されて水を立た,たれた時に、城にはまだ水が豊富にあると攻めてを疑瞞するため、兵牢の白米を水に見立てたというもの。攻撃側から見えるように白米を流し落として滝に見せたり、 馬を白米で洗う光景を見せたりした。結末としては、鳥が白米を追判だり、内通者が密告したりして欺瞞が露呈する場合が、ほとんどである。しかし、欺瞞が成功して、水源遮断の効果がないと判断した攻め手が方位を、解くパターンもある。この伝説のある場所から焼き米が出土する場合があり、事実と信じられることもあるが、語り物などにより、 全国各地に伝播された話であり、史実ではないと見られている。柳田国夫は、口寄せたちにより創作された物語と推測した。また、中国の御師匠が、土を盛った上に薄く米で覆って、米の山があるように見せかけたという、氷楼塚伝説が起源だとする説もある。この説によると、この氷楼塚伝説が朝鮮に伝わって、洗い場大伝説となり、 くだら系のトライ人を通じて日本に入ってきたと考えられている。北海道南東部を除く日本各地に広く分布しており、特に地方の軍機物に記録されている例が多い。まったけ上と読む。ありがとうございます。